常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様この動画面白い、興味深いと思ったらぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。中国経済ガチカウントダウンの時間がやってまいりました。いやーもうすごいね、いろいろあります。まず一つ目ね、これからいっかな。神ならざる見え見えの手ということでね、ブルームバーグに、こんな記事が出てました。中国主要 ETF に記録的な資金流入、政府系ファンドの支援を示唆する。え、つまりサブタイトル書いてある、政府系ファンドの支援を示唆。ん政府が買ってる、どういうことということで、これね、CSI300 指数ですね。まあ、チャイナ本土のですね、まあ、株なんですけれども、ここにですね、1258億元もの巨額資金が、この1月にね、流入した、そうなんです。はい。で、なんかこれ怪しいなと、なんかね、国家体っていうのがいるらしいんですよね。神ならざる見え見えの手はね、その国家体になるやつがこうビヨってやってるらしいんですけど、まあ、そいつらがですね、まあ、その株価対策でね、2015年の7月ね、まあ、チャイナのバブルが弾けた時ね、あの時にまあその、買い支えをやったんですけど、その時のですね、5倍5倍です、手が5本です。今度はすごいですね、キングギドラ首3個しかないけど、国家体首5個に増殖です。はい、すごいすごいですね、この再生能力ね、金木くんもびっくりみたいなね、感じですけどね。東京グールかみたいな。すごい再生能力。5本の首でガー株食いに来たと、いうことで、ね、身体パインブリッジ、CSI300 指数というのがあるらしいんですが、こういうのになんかね、金が入ってるということです。で、ちょっと記事読むとね、中国の、主要上場と、投資信託、まあ、ETF ですね。この5本にですね、記録的な資金が流入していることは、急激な株安に歯止めをかけるため、政府系ファンドが迅速に動いたことを示唆するものだということで、どうもこれ神ならざる見え見えの手だろうと。でね、いわくですね、パインブリッジ CSI300、E ファンド CSI300、中国 AMC CSI300、ハーベスト CSI300、中国 AMC SSE50 の ETF にですね、1月にですね、1285億元、日本円にしてですね、なんと2兆6400億円もの資金が流入したそうですと。で、これ国家体がですね、まあ、やったね、2015年のね、国家体による、まあ、神ならざる見え見えの手ね、ド派手にやったんですけど、その時の5倍ということで、で、まあ、おそらくですね、中国の政府系ファンド、SWF ね、ソブリンウェルスファンド、並びにですね、中国投資、CIC 傘下のですね、まあ、資金などによるね、まあ、それが、購入に動いた可能性は高いと。で、トレーダーは、まあ、みんなそんな風に言ってるということです。でね、これ、まあ、もちろんですね、2015年にね、これ、まあ、昔やって、ほとんど意味なかったんですけど、まあ、今回もですね、ほとんど役に立ってない。焼け石に水と。ね、まあ、私、まあ、これ、マグマに霧吹きみたいな言い方よくしますけど、焼け石に水という状態だということです。でね、関連ニュースもありまして、1月18日ね、中国株が急反発した、まあ、事件があったんですけど、この時にもですね、まあ、ブルームバーグ記事、出てまして、国家体介入の指摘もということで、一時ですね、1.8% 安の CSI300 指数が、1.4% 高で取引終了と。だからまあ、プラマイ、まあ、そこからですね、3.2% も上げて終了と。で、これはおかしいと、不自然だということで、まあ、国家体の介入かということは、この時も言われたんですね。で、この時ですね、ブルームバーグインテリジェンスの、マービン・チェンさんというね、ストラテジストの方が、過去に市場が急落した時もそうだったように、国家体が市場を落ち着かせるために介入している公算が大きいというふうにこの時も言われてました。なので、まあ、おそらくね、この、まあ、1月のね、この一連の動きね、もう不自然なこの形でね、資金がまあ、流入してますけど、これ、やっぱり、国家体なんじゃない？まあ、でもこれ、売ってる人誰かというと外国人が売ってるんで、外国人にも金渡して出てってもらってるような感じですよね。大丈夫ですかね？資金が逃げてってるような気がするんですけれども。で、そんな中ですね、まあ、恒大に関する続報が入ってます。はい。焼け石に水、泣き面に蜂みたいなね、感じですけど、まずですね、恒大ね、一つ目がですね、これですね、
恒大の再編売却が市場の重荷、信任回復への長い道のりということでね、これロイターの記事です。例の高裁判決ね、香港のね、高裁判決が出て、まあ債権者の長期にわたる手続きが始まったと。で、手続きではですね、中国不動産不況の深刻さが浮き彫りになると見られ、不動産デベロッパーは投資家から敬遠され、世界の債権市場から締め出される可能性が高いということで、これまあ私がこの間、ね、この間というかまあ一貫して解説してるまあ内容と同じですよね。世界の債権トレーダー、まあトレーダーというかね、債権投資家から、まあ債権市場からね、締め出される可能性が高いと。これはなぜかというと、担保付きのね、債権として発行した、まあ恒大の債権なんですが、まあ結果的にはですよ、清算命令出ても担保権実行できないっていうのが今現実ですよね。まあ実行はできるけど、ふにゃふにゃふにゃ。ね、いつ実行できるかわかんないし、ね、どこに持っていけば実行できるかわかんないし、まあ要は、チャイナ共産党がうんって言わないと、この担保権はまあ実質的にはね、執行できないわけですよ。でしょ？となるとさ、今そのね、流通してるチャイナのお金壁円だなんだっていっぱいありますけど、その辺の債権も一応担保付きってことで買ったけどさ、無担保やんこれみたいな話になって、で今後売り出されるものも担保付きですとかって、もう誰が信用するかってなるわけですよね。で結果的にそれはまあ世界の債権市場からですね、まあチャイナの不動産開発会社の、まあ少なくともですよ、チャイナの不動産開発会社の、まあこの債権は締め出されるし、不動産開発会社以外は、チャイナでしょってなりますよね、これね。いや、暗黙の性交渉がありますから、いや、ないじゃん、オタクんとこみたいな。実際ないじゃん、今。もう手続きは進んでねえじゃん、みたいなね。生産しても全然、なんともなんねえじゃん、みたいに思いますよね。ね。で、それが、まあ重くですね、まあこのね、債権市場のみならず、まあ株式市場にもね、まあ重くそういう、まあ影がのしかかってくると。いうこと。まあ、全般に悪い影響しか、ま、これ与えないので、まあ、この判決ね、出ても出なくても悲惨っていうことはね、まあ、ずっと言ってましたけど、出てね、で、出た上で、この執行できないところ結構最悪のパターンなんですけど、まあ、やっちまったな、ということです。で、この記事ちょっと続きがありまして、中国恒大の資産は2400億ドル、負債は不動産開発会社としては、世界最大の3000億ドル近くと。海外の債権保有者が最大の損失を被り、未完成物件の所有者の救済が優先されると見られるということで、債権者なんかして、まあ、客を救うということを、まあ、チャイナはやるでしょうと。で、再編や資産売却手続きは、債権、不動産市場や、それから、債権市場、不動産市場や、投資家の信任にも大きな、意味合いを持つと。中国恒大の社債の取引価格は、額面の 2% 未満ということで、すごいね。100円がだから、100円額面のやつが1円何十銭で売ってると、いうことです。同社の株価は、29日に最安値をつけた後、まあ、そのままずっと売買停止と、いうことです。で、値上がりしていた不動産開発株もですね、30日までに反落。売上ベースで国内2位の、不動産デベロッパー、万華企業の人民元建て債券も小幅に下落と。いうことですね。まあ、これフィル、ウールさんというですね、レイリー&クオンタメンタルチャイナ ETF というところのですね、なんかポートフォリオマネージャーらしいんですけど、この人曰く、投資家は現時点でどの銘柄が比較的ダメージが少なく、どの債券の回収率が高いかを、推測していると見られると。これほど重大なニュースに市場が大きく反応しないのは、いかに悪材料が売り込まれているかを物語っているということで、まあこれこうなるだろうということで、もうすでにこの件で売り込まれていたと、いうことですね。はい。で、逆にですね、執行を支援すればポジティブサプライズになるが、今後の見通しは不透明ということで。まあ、サポートしないわな。うん。まあ、泣き寝入りなんじゃないですかね。で、まあ、信頼感の危機が起こっていると、ロイターは言ってます。UBS のですね、ジョン・ラムさんというね、まあ、リサーチの責任者の方ですけど、中国恒大の清算命令で、他の不動産デベロッパーのドル建て、再編交渉が加速する可能性があると。これまで発表されたドル建て債の再編策には、債務の株式化が盛り込まれており、これは株式の大幅な希薄化を意味する、債務不履行に陥った不動産デベロッパーの株価はマイナスだということで、その債権からこの株へのね、ね、この悪い流れですよ。まあ、不動産の価格下落、ね、そして、まあ、その開発の際に資金調達した債権の価値がなくなり、で、その債権の再編案の中で株式に転換しましょうっていうね、まあ、これデッドエクイティスワップってやつですけど、まあ、こういうの行われると株価が希薄化して、で、株価も下がってしまうと、いうことで、これやっぱりね、不動産に端を発し、債権市場、ね、そして株式市場へとこうね、飛び火していくメカニズムがあるんですよと、このジョン・ラムさんは説明しているわけなんです。
はい。で、不動産のデベロッパーのですね、ドル建て債は、取引価格がもう今低迷してるそうです。で、債務再編策が昨年10月に、承認された、郵送中国ですね。まあ、郵送ってありますよね。これもね、不動産デベロッパーですけど、2027年満期債は、額面の 11%。すごいね。89% 引きですね。はい。海外資産の売却手続きを進めている平均経営はですね、債務不履行債の額面 8.5% で取引されていると、もう9割引き以上ですね。はい。ということも、ほぼ無価値ということで、もうこれ全部織り込んでたね。恒大がこうなるだろうということを見越してね。はい。まあ、そんな状態になってますので、これ本当にもう超絶資金不足に陥るんじゃね？で、さらにですね、これロイターの記事でちょっと深く書いてあってね、中国恒大の解体が慎重に進められたとしても、すでに多額の損失が発生していることは事実で、大半の投資家は問題が適切に是正されるまで、不動産セクターや中国市場全体に手を出したくないと考えると見られると当たり前で。危なくて買えねえわ、みたいな話ですよね。はい。で、そんな中ですね、恒大、協会員のですね、持ってる豪邸とですね、それからオフィスタワーね、これはまあ、売却しようということで、まあ、そのね、少しでも資金回収しようとしてね、まあ、まあ、執行命令出てね、まあ、本来とはこういうのいっぱいやんなきゃいけないんですけど、まあ、任意に売却して資金を得ようというふうにしたんですが、売れないと。いうことで、これもね、昨日の記事ですね、ブルームバーグ出てました。中国恒大、売れないオフィスタワーと巨資の豪邸、債権者に悪い兆候ということで、ということでね、旧香港本社ビルね、そして創業者の豪邸、2022年に差し押さえを食らったんですが、売れてない。まだ売れない。まだ売れないみたいなね。あぶくたった、煮えたったじゃないですけど、まだ売れません。で、不動産、資産にはですね、まあ、一応抵当権が、まあ、ついてるんですけど、まあ、仮に売れてもですね、無担保債権者のね、まあ、取り分はもうほぼないだろうということで、これなんかね、香港の一等地にあるオフィスタワーらしいんですよ。はい。で、これがね、全然売れないと。でね、コンサルティング会社のですね、アルバレス&マルサスは、今週、経営に行き詰まった、中国の不動産会社の生産を担当することになったが、恒大の16億円、約2350億円相当の香港本社ビルは、2022年に別の手続きで差し押さえられた後、未だに売れてないと。中国本土の代理店が投資家を引き付けようと手を尽くしたが、売れなかったと。いうことで、恒大巨額資産をチャイナ国内に持ってるんですけど、香港のこの一等地にあるタワーですら売れないということなんですよ。まあ、チャイナのいろんなね、まあ、恒大割と田舎にもやってますから、ね、地方都市とかにあるそういう、まあ、巨大な、まあ、ゴーストタウンみたいになった団地ですけど、これ売れねえんじゃねえかと、いうことで、かなり厳しいなと。でね、この記事曰くね、二つの優良物件がいずれも売れないということは、中国恒大の、資産を整理する作業の困難を浮き彫りにすると。生産は香港で最悪級の不動産不況の中で進められており、適切な価格で物件を売却することが難しくなっているということで。まあそれはですね、香港ですらこうなんだから。チャイナ本土でどうなんのみたいな。もうそんなもん、もうお分かりですよねみたいなね。ね、まぶしさんじゃないですけど。もう香港ですらですよ。こんなんですよ。世界中の投資家も来れるし、ね。チャイナ国内の投資家もいいですよ、香港ですよ、一等地ですよって。やっても売れない。ね。これチャイナ本土、言わんやチャイナ本土置いておや。もうお分かりですよね、という話です。で、もう一つ、コリアーズインターナショナルグループというところですね、キャシー・リーさん、このようにコメントされております。債権者は、おそらく値引きを提示せざるを得ないだろうと、いうふうに述べたと。で、旧恒大の香港本社ビルの売却に時間がかかっていることは、価値が下がり続ける可能性の高い市場で、買い手の期待に応えるために価格を調整しなければならないことを示していると同社は付け加えた。これは私が言ったやつですよね。もしこの法的整理、普通に執行してしまうとですね、こんな感じで、不動産価格ね、もう大暴落しちゃうんですよ。今、チャイナなんとかね、10% で、まあね、それ以上暴落しないようにいろんな手尽くして支えてんですけど、まあこれ無理して支えてんですよね。で、それは支えきれなくなると。なんでかというと、恒大も巨額資産がバンバン投げ売りみたいな状態になれば、その周りにあるね、他の似たような物件も、実際にはこれぐらいの価値しかないんじゃないのってことで、下がっちゃうでしょ。ね、で、売らしてくれみたいな感じでもうね、値下がりする前に売らしてくれみたいな感じでパニック起こる可能性があるんですよね。チャイナの相場って基本的に順張り相場なんで、下がるときはね、もっと売らなきゃみたいな感じ。上がるときはもっと買わなきゃ。下がるときはもっと売らなきゃって感じなんですよ。なんかそういう群衆心理があるみたいでね、チャイナはね。はい。これ非常に厳しいと。で、さらにね、このブルームバーグの記事ね、中国当局が、中国恒大の本土のプロジェクトを売却対象とすることは疑問視されるため、焦点は中国以外の、まあ、資産となりそうだということなんですが、その中国以外の資産も、まあこんな形でですね、まあ苦境に陥っていると。
ワンチャイ地区にあるね、この、巨額、その、本社ビルを含むこれらの不動産ね、まあ、書類上正当、抵当権設定されてますが、もうこれ売れないんでね、どうなのと、うん、紙くず、当然かもしれませんね。はい、ということで、まだまだ中国経済ガチカウントダウン続きます。明日もぜひお楽しみにということで、今日の内容面白い、興味深いと思った人はね、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方お願いします。それからね、私のこと特に応援したいという方、Thanks ボタンでね、応援していただくのもいいんですけど、八重洲イブニングラボにね、ぜひ入ってください。私のやってるオンラインサロンです。絶対に、後悔させませんので、ぜひ来ていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー。